スワローズが13対2、ゴールデンウィークの首位攻防を、それでは勝ちました高津監督です。今シーズン最多の18安打13得点、中でも4番村上の満塁ホームラン大きかったと思うんですが、いかがでしょうか。まあそうですね、まあ、あの満塁ホームランなんでやっぱり大きかったですけども、まあ、それまでの、あの塩見であったり太田であったり当たりは良くなかったんですけども、ヒットになった、なってくれたことや、その前の山田が、厳しい球を見逃して、しっかりフォアボールでつないだというところが、大きかったのかなと思います。その後追加点が欲しい場面でオスナの特大の一発、また太田のスクイズと、まさにスワローズらしい攻撃だったと思うんですが、いかがですか。そうですね、まあ、あのやはりホームランは、目立つ、まあ、打撃なんですけども、やはり走ることであったりああいうバントであったりというところもしっかり絡めた、得点ができたので、今日はいい、得点取り方だったのかなと思います。太田、浜田が猛打賞、そして長岡にプロ嬉しい初ホームランが出ました。このあたりもいい働きをしてくれていますね。うん、若い選手をこう積極的に使って、まあ、そのチャンスを、ね、しっかりこうものにしようとするその姿は、ね、すごくいい、よく映りますし、またこうやって結果が伴ってくると、まあ、監督としても嬉しく思います。先発の原樹里も7回2失点、粘って粘ってというピッチングでした。決してこう満点ではないですけれども、フォアボールも出さなかったですし、ちょっとコントロールの部分でこう、まあ、難しいところはあったんですけどもね、なんとかこう粘れたという感じですかね。監督、勝ってこれで首位ジャイアンツと 0.5 ゲーム差になりましたが、この3連戦で首位交代も見据えるという中でのこの試合ですが、いかがでしょうか。いや、まあ、あの3連戦のスタートとして、最初取れたのはすごく良かったと思います。まあ、まあ、この時期ですので、まあ、首位とかどうとかっていうのはあまり考えてないですけども、まあ、また明日、いいゲームができるように、ね、しっかり準備 できたらなと思います。ありがとうございました、はい、高津監督でした。